とうとう出たねというか、そろそろ出たねというか、音竹さん大丈夫の記事がね、4月1日早速出てきたね。はい、4月28日の補選の告示日が16日でしょ、誰がまだ出てくるか分かりませんが、その前に音竹さん不安説が流れるのはなぜでしょう。で、この記事はどこが書いてる？産経新聞。産経新聞はさ、最近どこの味方っていうか、誰の味方っていうかね、ここは自民党べったり新聞だったかと思うのですが、でも去年さ、あの裏金問題が出てきた頃には、あの産経新聞も一緒になって自民党を随分批判してましたよね。で、産経新聞さんどうしちゃったのかな、まさか正義の新聞にはならないよねとは思っていたのですが、乙武さんがね、女性関係、女性5人と不適切関係払拭なるか。この記事はね、誰のために書いているのかというか、あの誰から頼まれて書いているのかなって思うと、やっぱり産経新聞さんは正義の新聞社とかはね思えないかな。でね、あとさ、あと2週間だね。2週間で、こう締め切りだよね、あの補選のね。で、その間にこの音竹さんはちょっとやっぱりダメだったねってことにならないと、次ね、控えてる人がいますよね。そのために、まあ4月1日あたりからちょっと不安説流しておきましょうかというね、ね、そういうことじゃないかなと思うんだけどね。まあ私が全て間違ってる可能性も十分あります。はい、音竹さんはこのまま、ね、東京15区から、立候補を続けて、まあ当選は無理かもしれないけれど、最後まで、戦うのでしょうね、きっとね。はい、まあ、とりあえずね、この記事を見ていきましょうかですね。16日告示ね、28日投開票は、補正はまあ3カ所で、なされます。島根1区、長崎3区で混迷している東京10区で、このね、つい何日前くらい、1週間も経ってないよね、あの乙武さんの擁立の記事が出てからね。で、作家なんだよね、乙武さん。これ なんて言うんだっけ、名前。これなんか読めないよね。ちょっと一応ね、ちょっと名前読めないとね、気持ち悪いんだよね。下のお名前はね、広忠さんとか、あ、当たりじゃない。乙武、広忠さんね。でもこれなかなか読めないよね。乙武、広忠さん47歳が、出馬を調整してるっていうか、でももうこれ決めたんだよね。でも出馬を調整って言葉になってるね、ここはね。はい、で、小池百合子都知事が特別顧問を務める地域政党が、都民ファーストの会で、都民ファーストの会が国政進出に向け作ったのが日本維新の会じゃなくて、あのファーストの会ね。ファーストの会が乙武広忠さんを擁立しました、はい、で自民党は独自候補の擁立が、難航しています。秋元司君は、元自民党員でしたが、二審でも有罪になっちゃったので、無所属に出ます。なので自民党 の独自候補がいません。そんな中で、ファーストの会から擁立された乙武さんに相乗りする方向ね、自民党はやはり相乗りする方向で、この記事ではね、あの公明党さんのね、見解はね、出てきてない、出てきてないんだよね。あくまでも自民党が、やっぱり、相乗りね、はい、相乗りする、はい、乙武氏に相乗りする方向だが、だがですよ、自民党とね、乙武さんはね、以前にもね、自民が擁立した過去があるんだね。ファーストの擁立じゃなくて、自民そのものが乙武さんを
この平成28年の参院選で擁立を調整した、あれここでも調整したになってるね。あの28年の参院選ね。で今回の記事もさ、東京15区に出馬を調整ってなってるね。これなんか引っかかるね本決まりではないみたいな書き方になってますね。で平成28年にね、自民が独自で乙武さんの擁立を調整したものの、だけどですよ、この時にこの女性5人との不適切関係なんだこの不適切関係は、英語で言うとインプロパーリレーションシップとか、なんか不適切な関係ってさ、最初に言い出したのはあれじゃない、あのクリントンがさ、あのモナカさんっていう女性いたよね。その人との不倫関係を不適切だったって言ったことから、不適切な関係って言ってるような気がしますがね。で乙武さんもインプロパーリレーションシップが、でも女性5人ってすごいよね。これ奥さんいたよね、乙武さんってね。でもこれ奥さんは含まれないよね、不適切な関係だからね。もうモテモテだよね乙武さんね。で平成28年の時はこの女性5人との不適切関係、俗に言うごまたが発覚しちゃったんだよね。ここはどこだろう、スクープしたな、また文春だったのかね、この平成28年の時ね。これ何年前、平成28年だから計算が遅い私です8年くらい前ってこと。平成って30年まであるよね。また変なこと言ってないかな、一応平成28年は2016年ですね。2016年、あだから当たった、約ね、約8年くらい前、7、8年前だよね。だから自民党との関係は、信頼関係みたいのは一回崩れちゃったってこと。その話をなぜかここで蒸し返しているのはなぜでしょう。過去こうだったから、今回もみたいな話に、つなげたいのかな。で乙武氏がこうしたイメージこうしたイメージはどうしたイメージだを払拭できるかも焦点だ。なんかここまで読むとさ、乙武さんは東京15区で出馬が決まったわけではないみたいな書き方だよね。出馬を調整してるでしょ。で過去も擁立を調整したもののね、不適切関係が発覚し、自民党とはなんか変な因縁がありますねというね。で今回もこうしたイメージを払拭できるって、これも払拭できたから擁立って話になったんでしょ。でイメージをさ、払拭できなくなっちゃうってことは、また乙武さんが現在進行形でこの複数の女性との不適切な関係が続いてて、またそういう関係が出てきちゃうかもって、それはないよねきっとね。で小池氏にはね、小池氏は何と言ってるでしょう、誠実な活動を確認誠実な活動を確認 してるんだって、乙武さんに関してはね。まあ、今回はこのファーストが擁立するからね、別に自民党が擁立するわけじゃないよね今回はね、まあ、相乗りしようかどうか自民党は迷ってますみたいな書き方だよね。で小池百合子君いわく、私これはさあ、これは違う、あのね、小池君の発言はこれね、で乙武さんの発言が これね、乙武さんね、最近ね、この維新の議員から、なんかX で、ちょっと悪口みたいのが書かれちゃったんだよね。で、それに関する乙武さんの
このコメントをね、X ポストがこれですね。私自身っていうのはこれ乙武さんのことね。私自身が素行不良だという指摘は間違っていない。はい、これ乙武さんは、まあ、思いっきり謙遜してっていうか、この過去のね、不適切関係はね、まあ、そういうのは確かにあって素行不良でしたとね。はい、今こう言ってみせると、まあ、イメージはいいよね。うん、ただ障害者という属性によって役割を制限したりする証言は一行いただければっていうのは、この維新の議員が確かにちょっと失礼なことを書いたんだよね。これはね、乙武さんは障害者なのにこのごまたをかけてたみたいな、そういうことを言っちゃったの。で、乙武さんはその素行不良という指摘はそれはいいのですが、障害者云々というね、その表現はご一考いただければと、まあ、あくまでもこうね、謙虚な感じで返答しました。で、ね、なんでこの記事の中でさ、それが出てくるのか、まあいいや、ちょっとこういう経緯は最近ありましたってことね。直近のX ポストだから、この記事でも取り上げているということでしょうね。この3月30日に、おとといだよね。X で、この日本維新の会の地方議員、これ誰だっけな、なんか名前出てきてたけどね、の書き込みに対し、こう反論した。で、この地方議員は、この乙武さんの、この補選出馬ね、今回の中国への出馬について、乙武さんの障害者という属性を挙げて揶揄したと捉えかねない投稿をした、うん、確かにこういう書き方だったね。うん、でね、この乙武さんとね、このファーストとの関係ね、乙武さんはね、これ29日にファーストの会副代表に就任したんだって。だから中国への出馬表明をしたと同時に副代表に就任したっていう、こういうことなんだよね。私はさ、乙武さんほら、富派でね、政治塾の講師をしてたから、だからもう副代表くらいやってるのかなと思いきや、ファーストの副代表就任はもう今ってことなんだよね。だから中国への擁立に向けてちょっと箔をつけたいっていう感じなのかな。これはファースト側の意向って感じがするよね。ね、この副会長就任はね。でもそれはもともと乙武さんが富派の政治塾で講師を務めて、このファーストと関係が近かった。そう、だから乙武さんはね、この政治塾の講師をしてたのね。都民ファンの講師を始めたのは確か直近の参院選に無所属から出てたんだよね。この令和4年のね、それで落選した後にこの都民ファンの政治塾で講師をしましたという流れだったと思います。はい。でもさ、乙武さんはこの平成28年の参院選では、まあ、自民から出ようとしてたんでしょ。それで、まあ、関係が悪くなって、でその後無所属でもう一回参院選挙にチャレンジしたけど落選し、その後都民ファンに接近してったっていう、どうもなんかこういう流れが見えますよね。はい。で、小池くんのね、はい、こっから小池くんの会見、同日の記者会見だから、この29日の会見ってことだよね。そうだよね。だから、乙武くんがこのファーストの会副代表に就任した日の記者会見で、小池くんは乙武さんについて、インクルーシブな社会を体現し、好きだよね、英語ね。インクルーシブって、なんだろう、これ、全てを包み込むみたいな、まあ、なんかこう、多様性と似たような概念だよね。
障害があってもなくてもとか、その性の自認がどうであれ、多様性を認めて、包み込む みたいな、そういう社会福祉で出てくるのかな、まあ、そういう言葉を百合子くんもねお得意の英語を使いました。インクルーシブな社会を体現し実現する人物でお声掛けし、本人もそれに望んでいきたいという意思だ、つまり乙武さんもこのインクルーシブな社会の体現実現に望んでいきたいという意思の方ですというね。で出た日本のゲームチェンジを担っていくのにふさわしい方ではないか、はい、これゲームチェンジはねこれ最近ゆり子のお気に入りじゃない でもゲームチェンジをするのは私よっていうそういう感じでねちょっと前の記事にはこれを使ってたんだよね。つまりもう自民党に任せててはいけないゲームチェンジ、ね、でここでは乙武さんとも一緒にゲームチェンジをしていきましょうみたいなね流れで言ってますねっていうね、はい、でインクルーシブにもゲームチェンジにもふさわしい方ではないかとね。でもねなんか私ちょっとここでね嫌なことをね思ってしまいましたっていうのは乙武さんの、まあ、この障害をなんかちょっと利用されちゃってるかなみたいなね。乙武さん自身がねどう考えているのかはわからないのですが、インクルーシブな社会にね、はい、ちょっとねここはあまり深く言いません。で乙武さんはこの、先天性これ四肢欠損症だよねという大きな障害を抱えて、ね、車椅子で活動し、でこの大学生の時に出版したこの五体不満足がこうベストセラーになったよね。で小学校とか訪ねて講演とかしてたよねこの頃からね。で新宿区のさ職員だったのはこの小学校教員っていうのがこう新宿区でやってたと思うんだよね乙武さんってね、だからスポーツライターとか小学校教員をのね新宿の戸塚とかねそのあたりをメインに活動されてた方だと思います乙武さんはね。で28年4月の参院選ではこの自民党ねさっき の擁立を、断念した件だよね。この時に参院選では自民が東京選挙区から2人目の候補者として調整したけれども、あ、ごまたをね、あ、これ週刊新潮だったんだ。文春じゃなくて、この時ね、ごまたが発覚しちゃったのは、週刊新潮で、これね、やっぱ不倫なんだね、不適切な関係はね。で、出馬が見送られてしまいました。で、乙武さんはその後の令和4年の、参院選にも無所属で出馬したものの落選している。で、ね、なぜかこの記事は乙武さんのこの過去の醜聞に関して随分掘り起こしてますねっていうね、これは何か意図があるのですか。で今回の出馬にあたり焦点となるのは乙武氏の過去でしょ。でもこれ過去の醜聞でさ、これ7年前くらいの話でしょ、この新潮が不倫を報じたのね。 でこれはもうね、小池くんが誠実な活動を確認したから今回ファーストから擁立したのに、なぜ必要に、この乙武さんの過去がもうちょっとねっていうね、大丈夫なのかねみたいなこの方向性でこの記事が書かれているのでしょうか
はい、で小池氏は3月29日の記者会見、あ、このあれだね、乙武さんのファースト副代表の就任の日だよね。その時にも二度とそういう過ちを犯さないということで以来誠実な活動を続けているということを確認している。この以来っていうのはいつからこれはあの週刊新潮にごまたを報じられた平成28年以来は誠実な活動を続けていることを確認しているんだったら、まあ、問題ないじゃん。別に過去の習慣を今更掘り起こす必要は、ないよね。はい。で、勝敗は岸田政権の命運を左右。これね、まだね、続きがあるんだよね。で、この補選ね、補選は、この中国は、まあ、柿沢水戸君辞任からの、まあ、その前に秋元司君逮捕辞任からの、2人続けて逮捕者が出ちゃった中国で、さらに自民党はこのね裏金事件問題で逆風化にありますとね、はい、そんなことはみんな知ってます。で、独自候補の擁立が困難、はい、だから自民党はここではね、もうどのすら下げて出てくるんだと言われかねない状況なので、独自候補がね困難です。で、ファーストの会に、ファーストの会の候補に相乗りさせてもらうしかないよねと自民党幹部は署名書いてますじゃなくて明けすけに語っています。はい、ね、これね、自民党のねこの、ね、状況は、つまり自民党はあのファーストの会ね、つまり小池百合子さんにおすがりするしかない状況なんですよということをなぜか読者に刷り込ませようとしてね、刷り込もうとしている意図が、私は感じてしまいますと言わね、で、音武君は、自民とも良好な関係を築いていいの？じゃあますます問題ないじゃんね。で、誠実な活動は確認されてるわけでしょ何の問題もないのになんで過去にこだわるんだ。で、5年10月だから、これ去年ね、このフェイスブックの翔太郎くんたちと写ってるね、あ、写真はね、私もね、どっかで見た。だから去年の10月に、Facebook に乙武さんが、写真をあげたのね。それはね、この広島の公園ね、何公園って言ったっけな、すごく風光明媚なね、瀬戸内海が、見下ろせるような、素晴らしい公園が広島にあって、そこで一緒に写真に収まってたのが、乙武くんと、あとは、岸田くんの、長男の翔太郎くんね、あと自民の小林、秋、あ、この人ね、ちょっとさっきね、この小林ね、なんていうのかな、文明さんね、この40歳イケメン。でもちょっとね、私ね、この小林文明さんね、パッと見てね、パッと見て すごい偏見なのですが、ちょっとね、アウトな感じがしてしまいます。この人ね。なんかこういう、ちょっとさ、見てくれるいいの出してくるよね、自民党はっていうかね。中身ね、どうなんだろう、この人みたいなね。で、この乙武君はちょっと香ばしいメンバーとね、お付き合いがあるみたいにね、ここを、まあ、問題視ほどではないけれど、ああ、乙武さんの友好関係そんな感じねって言ってる人もちょこちょこいますよね。この一緒にいるメンツね翔太郎くんと小林文明議員。でもこの記事はつまり、この岸田くんの長男とかね、自民の議員と、この楽しそうにね、写ってる写真もあるから自民党とも良好な関係を築いている、
はい、だから、乙武さんは大丈夫なんじゃないの？うん、あの自民前乗りして大丈夫だよね、うんうんという様子を醸し出してますかみたいだね。で、乙武さんもね、岸田君をね、擁護してあげる発言をね、してるんだって。これを初めて見たんですが、首相の政治団体ね、だから岸田君の政治団体だよね。で、高額会食が、多数あったという報道がね、まあ、こういうのは、まあ、よくあるよね、岸田君叩きみたいなね。で、そういう報道に対しても乙武さんは、居酒屋やファミレスで会食をしろとでも言うのでしょうか。でもいいじゃんね、別に居酒屋やさ、ガストとかサイゼリヤで岸田君が会食したって別にいいと思うけどね。でも乙武さん的には、ね、首相は、そういうところじゃ会食できないんだよというね、はい、で岸田君の援護射撃をしてあげたのはこの翔太郎君とも仲がいいし、つまり自民党とも良好な関係を築いているからとね、この記事は言いたいようです。はい、で乙武さんをちょっとよいしょした、まあよいしょほどでもないか、まあ自民との関係は良さそうという記述から、またね、懸念問題ね、党執行部でもね、自民党執行部でも乙武氏、さんへの懸念が完全に消えたわけではないって、なんかしつこいよねこの記事ね。で茂木君はね、自分が選対委員長の時に乙武さんが参院出馬断念っていうね、断念っていうかこの不適切問題が出てきちゃって、まあ、自民党の方からやめてくださいって言ったんだろうね。で、その苦い経験があるからね、うん、まだちょっとね、みたいな。で、乙武氏の推薦に、慎重な態度を示した。ってことは、もう、推薦はしてるの？この茂木くんは。まあ、ゆり子くんが進めてきたから、まあ、ちょっと苦い経験はあるんだけれども、でもまあ自民とも最近は良好な関係を築いているし、まあいいでしょうってことで一応推薦したってことに見えるよね。で自民党、今度都連ね、都連は、ファーストの会の候補を自民が推薦することに複雑な心境を抱える。はい、またここで不安要因が出てきました。なんかね、ここまで聞いてあげる必要も、ないのにね。だってこの人都議だよ。都議がさ、そんな心配する、まあ心配してもいいんだけど、都議ってさ、あれでしょ、補正はさ衆院選なわけでしょ。だから都議が心配してるから なんだって気もするけれどね、この自民都議の言い分ね、つまり自民が、ファーストの会の候補ね、つまり乙武さんを推薦しちゃっていいのかなみたいな理由はね、日頃選挙で戦ってきた都民ファーストの会関係の幹部を応援しろとなった際、地方議員はまだしも、その先の支援者に納得してもらうのは容易ではない。日頃、自民の都議ね、あ、そうか、これ自民の都議ね。自民の都議が、自分はだから自民党として普段、都民ファーストと戦ってきたというね。で、その都民ファの、関係、都民ファーストの会関係の幹部を応援しろとなったとき、だからつまりこの自民の都議は、都民ファの関係者は、ちょっと応援したくないっていうか、ちょっと複雑だよってことを言ってんの。で、自分はまだいいけれど、その先の支援者になって、納得してもらうのは容易ではないって、この支援者っていうのは、
有権者なのかも有権者にさらに近い人っていう、そういう感じに、なんか細かい心配してるよねこの自民党にはね。なんかこう乙武さんに難癖をつけたいのかなっていうか、あの乙武さんの中国への擁立に不安要因があちこちにあるんですよということを強調したいのかね。で今回のこの15構成は、岸田文雄政権の行き末を占う最も重要な一戦。いや今あの最も重要と言われているのはどっちかっていうと、あの島根一区じゃないの、あの島根一区で落としちゃうと、これがなんだっけ、あの最終決戦みたいに言われてるから、中国よりもどっちかっていうとね、あの島根一区なんだよね。ちょっとこっち見てね、これ島根一区の記事だと、ほら岸田退陣の引き金となるのが島根一区でしょ。で3補選のうち東京10区と長崎3区での自民は候補者の擁立に向けた対応が定まらず、島根一区が事実上の天王山でしょ。だからこっちの方が重要なんじゃないの。まあいいかね。でもこの記事では中国があの最も重要なんだって。だから、ここすごく重要だからね、もう候補者はねちょっとよく考えないといけないんだよね本来ねっていう。こういう流れに持ってきたいのかな。で自民は同時に行われる、長崎3区では不戦敗ねもう立てない、でこの島根1区では野党系候補が一本化しちゃったよね。で自民の新人候補の苦戦も伝えられている、で野党系候補が乱立している東京10区は3補選のうちで自民系の勝ち星が最も見込めそうな、あこれは確かだ確かにね、あここに持ってきたかったわけね結論をね。島根ももう野党一本化しちゃって、自民は苦戦です、はい。で唯一この東京10国がね自民じゃなくて自民系の勝ち星ね。これが考えたよね、自民系の勝ち星が最も見込めそうな選挙であるから、ここは落とせないとね、だからここの候補っていうのは誰を立てるかとても重要重要なんですよということを念を押してるってことでね。でここも落として全敗となれば、だからもう島根はこう無理かなっていう前提に立ってんだよねこの記事はね。だから中国だけは落とせない、はい、自民系の勝ち星がね、これを勝ち取らなければいけないとね。でここも落として中国も落として全敗となれば、岸田君の求心力が低下し、でこっから岸田おろしが始まる、政権がレームダック化する。そうだよね、あのガース内閣の時も補選であの自民が負けてその結果を取ってガースは辞めたんだよね。で今回も岸田君は4月に、もう10日以前の、 あの解散総選挙はもう言えないと言われてますね。もうほぼそれは決まりらしいので、だから4月のこの補選ね、特にこの15区が重要だとね、この記事によるとね、はい。で、まあこういう人が立ってますというね、今15区では、金沢由依さんと共産党の小堤東さん、も34なんだ ね、若いね。参政党では吉川里奈さん、日本保守党、イスラム思想研究者飯山あかりさんをそれぞれ擁立というか、もう擁立してよね。で、立憲も、酒井夏実さんを、擁立する方向で調整に入ってる。これでも決まったんじゃないの。だって酒井さんはもう出ますって言ったって書いてあったよね。でですね、このね
この記事はね、こうね、長々と乙武さん不安説を垂れ流すことによって何を言いたいのでしょうか、どういう結論に誘導したいのかは、これは乙武さんはね、こんなに不安要因があって、ああまた女性問題が出てきちゃいましたという記事があと3日後ぐらいに出てくるのかな。でこの中国だけは落とせない重要な選挙区なんですよ、ああここはもうあの人を出すしかないということで、あの人が出てくるんじゃないの。ちょっとね、これさ、あの人のねこのもったいぶって画像を探す必要もないのですが、この人ね、この女帝が出てくるね、この人が出てくるための演出をこうやってね、チッ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 って、あの産経にね乙武くん不安説の記事を書かせたりして、 この感じ、はい、お次は私かしらみたいなね、お次は私かしらみたいな感じで、この人が出てくるね、花道を作ってる記事にしかね見えないね、はい、うがった見方をする私には、そういうね、この女帝への、花道をね、作ってる記事なのかな。でこのね、島根ね一句もね、ちょっと見ていくとね、ちょっと意外なことが書いてあったの。野党がもう一本化したんだよね、亀井明子さんにね。で、まあ、共産も乗るとね、だから立憲共産が、この候補者を絞ったのは分かるのですが、国民民主もね、亀井さん支援の方針を打ち出した。これなんかちょっと意外だよね。国民民主って、どっちかっていうとなんか自民の応援に入りたがる政党かと思ってましたが、この島根一区では共産立民に乗ったってことなんだよね。で野党一本化でしょ。でこの錦織さんだよね、自民が唯一独自候補を立ててるこの錦織さん54歳はね、なんかお気楽にね X でね、ラーメンが好きですとかポストしてるらしい。なんか人柄はいいらしいんだけどね。でこの事前の自民の情勢調査で亀井さんがリードしているんだって。でこれなんか異常事態なんだって。で自民党幹部の顔が青ざめてるね。これ島根一区もさ落としちゃうんじゃないので、長崎3区は不戦敗でしょ、出さないでしょ。で東京中国は独自候補出せない、でファーストに相乗りするしかない自民はね。でも今出てきている乙武さんは不安だでこの人かなみたいなね。はい、私もなんか長々と話してしまいました。もう38分も話してるはい、またやります。ではまた、バイバーイ。